ですね、森スカウトの方から声をかけていただいて、去年おととしの終わり頃ですかね、リーグ戦、大学カントリーグが終わった後ぐらいに声をかけていただいて、でキャンプに来てほしいということだったので、別に僕他に呼ばれてるチームなかったので、はい、行きますっていう感じで素直に来た感じです。いや、もうキャンプの時にもう本当に、選手の皆さんが優しくて、あ、すごくプレーしやすいなとか、こうやって楽しいなとか、もっとレベルアップできるなっていうふうに今でも覚えてるんで、とてもいい環境でできるなっていうふうに思ってました。試合前から結構先輩とかに緊張すんなよみたいな言われて、そう言われると逆に意識しちゃうというか、すっごい緊張したんですけど、まあ、大学の時の友達にちょっとふざけた動画送ってって言って、それを見たらこう一気に緊張がほぐれたんで、いい感じで試合に入れて、まあスコアレスドローだったんですけど、まだまだこう自分が成長できるなって思えた試合でしたね。まあ大学生と違って、まあ、大学もすごく自分の時間というものがあったんですけど、さらに、プロとしてのこういろいろなマネジメントのところをもう本当に、まあ、一人暮らしだったり練習に行くとかそういうのも全部自分でこう管理しなきゃいけないんで、そこはさらに大学の時よりも追求していかなきゃいけない、こうピッチの中ではもちろんやるけど外のところも大事だよっていうのは昔から言われてるんで、そこをもっと追求していければいいかなと思います。まあもうずっと言ってるように自分は左利きのセンターバックっていうところで、左足からのロングフィードだったり、短いパスのビルドアップのところがすごくストロングポイントだと思ってるんで、そこをもっとチームに還元していければなと思います。まあ、自分はもう守備の人間なんで、こう守備の練習にこう重きを置くのはそうなんですけど、まあ、チームとしてこうビルドアップのところボールを握って自分たちからサッカーしていこうねっていうところもやっているんで、取り組んでいるんで、こう守備にアグレッシブに前に行くところと、自分たちでボールを握ってアグレッシブにやっていくところ、その両面をどっちもやってます。まあ、今3連勝っていうところでこう上位2つに勝ったっていうのもあるんですけど、そこはもう一度、初心に立ち返って謙虚にやっていかないと、一試合一試合ずつ勝って、上に追従していければいいかなと思うんで、まずはこう戦う姿勢っていうのを前面に出していきたいなと思います。理由の命は、父が言ってたんですけど、なんだっけな、座右の銘じゃないですね、これ覚えてないと実るほど神戸を垂れる稲穂かな。まああの調子がいい時でもしっかりと低姿勢で謙虚にやっていければなと思います。いや、僕ずっと埼玉で、埼玉以外に住んだことなかったんで、こう初めて住むときはどんな感じなのかなとかイメージ湧かなかったんですけど、もう全然住みやすく、こうフルーツも今の時期すごく美味しいですし、全然不自由なく快適に過ごしてます。いつも、サポート応援ありがとうございます。ヴァンフォーレは今3連勝して、波に乗っているところですか、もう一度謙虚に戦いますので、これからも応援よろしくお願いします。大丈夫ですか？これ大丈夫ですか？これ